どこなの？来た。ごめんね。あの傷でまだ生きてるなんて。何なのここ、うん、おい最高。大丈夫、全然怖くなんかないし。出てきて。いや、話をさせてくれ。妙な動きをしたら眉間を射抜く。そっちの男も。何の用？ああ、デビッドだ。こっちはジェームズ。仲間たちが腹を空かせてて、女や子供もいる。私だって女だし子供だ。腹も減ってる。ああ、よかったらその肉と交換しよう。何がいる？武器か？銃弾？服？薬。抗生物質を持ってない？あるよ。戻れば。一緒に来るなら。私はどこにも行かない。そいつに行かせて。薬を持ってきたらこの鹿はあげる。仲間を呼んだら俺の眉間を射抜くだろ。そうよ。ペニシリン2瓶と注射器だ。急げ。行け。銃を置いて。わかった。下がって。しばらくかかりそうだ。小屋で寒さをしのがないか。なら運んで。
よし。こんなところに一人でいるのは危険だ。群れるのは嫌い。そうか。名前は？なんで？急には信用できないよな。気持ちはわかる。仲間が怪我して心配なんだろう。きっと大丈夫さ。どうかな。銃持ってたの？ごめんよ。そろそろライフルを返してくれ。ダメ、それがあるでしょ。使えるんだろうな。経験はある。何があっても侵入させるなよ。見つからないといいな。窓を見てろ。わかった。外すなよ。経験済み。心配だったが俺より銃を使いこなしてるな。手伝ってくれ。ねえ、早く。初めてだ。最高。 OK、 こっちだ。了解。どうする？私の心配はいらない。
遅れるな。気をつけろ。おいおい、大丈夫か。大丈夫。クッカー来た。こっちに来るな。あそこへ上がるんだ。ああ、あのはしごを使おう。来て、私を持ち上げて。よし、いいか、うん、空行け。しろ、奴らに気をつけろ。分かってる。奴らと戦って負けたんだ。なんてことだ。撃つぞ。ああ、いい。武器を。俺は出口を探す。使えるものは何でももらえる。どうやってこの建物を使ってたんだ。じゃあどうする。大使だ。気をつけろ。
っと助かるぞ。本気で言ってる？集中するんだ、行ける。また来たぞ。一体何匹いるの？十文か、いや殺せ。血を見てくる。見ろ。いなくなった。見事にな。言っただろう。よし、大丈夫だな。鹿のところに戻ろう。さっきの腕前はなかなかだったぞ。俺らはいいチームだったな。運が良かった。運だって？いやいや、運なんてものはない。俺が思うに、全ての出来事は運命なんだ。へえ。本当さ、証明できる。ほら、今年は寒さが厳しかったろ。何週間か前、俺は食料を探しに仲間たちを町へ送った。戻ったのは数人。他の仲間は全員イカれた男にやられたそうだ。そいつにはな、一人連れがいたらしい。女の子だ。ほらな、全ては運命なんだ。おい、動揺するなよ。お前は悪くない。ガキなだけだ。ジェームズ、銃を置け。嫌だ、断る。そいつは行かせない。いいから、オッケー。薬を渡してやれ。みんな納得しないぞ。お前は心配しなくていい。邪魔だ、どけ。冬の寒さは厳しい。守ってやろうか。余計なお世話。さあもう行こう。
ジョエル。食べ物はちょっとしかなかった。でも、これがある。動かすよ。行くよ。ごめん。これで大丈夫。助かるよ。私が何とかするから待ってて。お前たち、あの小屋を調べろ。Thank you.
奴らはどこ？女どこ行きやがった？
んでだ。獣道ね。これを行けば出られるはず。水には落ちちゃダメ。よし。邪魔ね。行くぞ。行くぞ。出るのよ。あそこから戻れる。ジョエル頑張って。木はどこにいる。
よし。俺はこっちに行く。こっちを調べるぞ。これじゃ捕まっちゃう。
よし、見せてやるぜ。くたばれ。気分はどうだ？最高。ほら、食べなさい。お腹が空いたろ。だいぶ時間が経ってる。何の肉？鹿だ。他の肉も混ざってるでしょ。いや、約束するよ。それは鹿だけだ。この毛だもの。なあ、決めつけるのは早いぞ。君とお友達だってこれまで何人殺した？他に方法がなかった。俺たちだって同じさ。だろ？殺すから生きられる。みんなそうさ。生きるためには何でもやっていくしかないんだよ。だから何？生きるために私を切り刻む。いや、やめておこう。名前を教えてくれ。あんたは最低の人間だ。それは誤解だよ。俺は正直なだけだ。そっちも正直になれよ。他の奴らを説得できなくなる。説得って何？仲間になるって分からせる。君は特別だと。あ、そう。このバカなクソガキめ。お前を生かしておくのが実に難しくなったぞ。仲間に何て言えばいいんだ。エリー。何？こう言って。女の子の名はエリーで、指をぶち折られたってね。何て言ったかな。そう、切り刻むだ。明日の朝を。